ちょうどよかった。さすがだね、フランク。助かったよ。あれ？水を止めても大丈夫だよ。フランク、どうしたの？水が止まらないの？おっと、ピックル止まって。道が水浸しになる前に、レッカー車のトムを呼んでこよう。トム？困ってるんだ。フランクのホースから水が止まらないんだ。助けに来てくれる？後で歯を磨いてね。まずはどうしようか、トム。水を止める？止まったよ。フランクをガレージに連れて戻って修理しようか。どこが壊れてるのかな、トム。何か気づいた？フランクのウォータージェットにひびが入ってるの？直せる？できるの？さすがだね。どの道具がいる？溶接機？バッチリだね。フランク、他にもトムにお願いしたいことがある？あるの？どうしたの？はしごの調子が悪いの？トム、見てくれる？ああ、なるほど。はしごの段が一つ壊れてるよ。直せるかな、トム。どれかな？長すぎる？こっちはどう？よし、試してみよう。治ったよ。あとは何かできるかな？ペンキを塗り直すの？いいね。見違えたよ。これで消防活動に戻っても大丈夫かな。ちょっと待って、トムからサプライズがあるの？うわぁ、これは何？特別エクステンションはしご？2倍の高さにまで届くの？どうもありがとう、トム。バイバイ、またね。こんにちは、ヘンリー。元気？今日の午後のレースに向けてレースカーのゼリーと練習してるの？良いはいい？ 3、2、スタート。おっと、
これじゃあすぐに2台に追い越されちゃうよ、ヘンリー。うん、もう少し速く走れる？ずいぶん疲れているみたいだよ。速度を落として。見て、レッカー車のトムだよ。トム、こんにちは。調子はどう？ありがとう。困っている車がいないか、カーシティの見回りをしているの？うん、古い車のヘンリーは今日とっても悲しそうだよ。うん、どうしたの、ヘンリー？うん、カーシティの他の新しい車はどれも速く走れるもんね。助けてあげられるかな、トム。よかった。どうするの？ヘンリーをガレージに連れて行って修理できるか試してみるの？どうかな、ヘンリー。嫌なの？ヘンリー、いじけないで。もう一度、ジェリーたちと同じくらい速く走りたいよね。レースで勝てるかもしれないよ。よし、ヘンリーをガレージに連れて行こう。上手だよ、トム。ガレージまでもうすぐだよ。到着だね。どこから始めようか。中を見てみようね。どう思う？ヘンリーのエンジンに問題がありそうかな。よし、修理してみよう。何から始めようか。フィルターの掃除。よし、道具を持ってこよう。何を探しているの？エアスプレー？いいアイデアだね。フィルターを開けてスプレーで掃除しようね。すごい汚れだね。その調子だよ、トム。ヘンリーのエンジンはもう大丈夫かな？新しいエンジンベルト？なるほど。他にも道具が必要かな？レンチ？そうだね。このサイズかな。小さいのはどう？バッチリだね。どこから始めようか。ネジを緩めるの？よし。慎重にね。上手だよ。新しいエンジンベルトは動くかな？動いた。あれ？ヘンリーが咳しているよ。これじゃあジェリーについていけないよね。直してあげられる？トム。何が必要かな？新しい排気管？いいアイデアだね。治ったかどうかテストしてみようか。
ヘンリー、気分はどう？やった。これでレースに参加できるかな？こんにちは、ジェリー。見て、ヘンリーだよ。新車みたいだね。位置について。よーい、ドン。ヘンリーおめでとう。どうもありがとう。またね。ギャリー、今日はとっても忙しそうだね。あれ、キャリー、どうしたの？もう一回試してみて。あーちゃん、フォークリフトが壊れちゃったみたいだね。レッカー車のトムを呼ぼう。助けてくれるよ。ああ、ゴミ箱は引っかかっちゃったんだ。トム、トム？ゴミ収集車のギャリーを助けてくれる？起きて。彼はすぐ道を下ったところにいるよ。さあ行こう。トム、そのまままっすぐだよ。あれ？ギャリーはこの辺りにいたはずだけどな。トム、見て！ギャリーはあそこにいるよ。ギャリー、トムが来てくれたよ。トムがきっとゴミ箱を外してくれるよ。一緒にガレージに行って修理しようね。ガレージに着いたよ。早速、ギャリーの修理を始めようね。トム、準備はいいかい？ギャリー、フォークを上に上げられる？トム、どう思う？フォークを交換しないといけないかな？そんなことない？そうだよね。フォークは大丈夫そうだもんね。調節レンチを探して試してみようか。トム見て、上の棚だよ。よかった。やっと息が吸えるね、ギャリー。わあ、ギャリーのフォークはすっかり調子が良さそうだよ。さすがだね、トム。あれ？ギャリーのタイヤは空気が抜けてるみたいだ。そうだね。圧力計がいるね。これを使ってタイヤの中の圧力を確かめよう。
とっても上手だよ、トム。トム、次は何をしようか。そうだね。そのへこみを直そう。腕がいいじゃないか、トム。へこみがすっかりきれいになったよ。よし、これでおしまい。ギャリー、一安心だね。トムに感謝だね。バイバイ、ギャリー。またゴミ箱はくっつかないように気をつけてね。ギャリー、トムのゴミ箱もきれいにしてくれてありがとう。バイ。お疲れ様、トム。またね。トム、起きて。電話だよ。どうやらパトカーのマットが困ったことになっているようだね、トム。さあ、彼を助けに行こう。でも、マットはどこ？彼が見えるかな？もしかしたら、遊び場にいるのかも。あれ？ここにもいないね。見て、彼はそこにいるよ。さあ、彼のところへ行こう。こんにちは、マット。トムが助けに来たから、もう心配しないでね。よし、もう大丈夫。ガレージに一緒に戻ろうね。トム、どこから始めようか。わかった。エンジンを交換しよう。古いのを捨てて、新しいのと交換しよう。トム、マットのための新しいエンジンを見つけられるかな？それがぴったりみたいだね。トム、あとは何ができるかな？その通り、タイヤの交換をしよう。タイヤを交換するには、マットを少し持ち上げる必要があるね。どのタイヤが必要かな？これかな？そうだね、これは大きすぎるね。こっちはどうかな？その通り。これは自転車のタイヤだもんね。このタイヤがぴったりだね。よし。タイヤを交換しに行こう。
トム、それは何かな？もちろんだよ、トム。マットのための新しいサイレンだね。とても素晴らしいアイデアだよ。すごいじゃないか、マット。ピッカピカに見えるよ。マット、また今度ね。それからトム、素晴らしい出来栄えだったよ。また今度ね。牽引車のトム。やあみんな、どうしたんだい？サンタクロースのプレゼント配達の手伝いをしてるって？頑張れ、ベイビーチャーリー。あらら、大丈夫かい、ベイビーチャーリー。牽引車のトムを呼ぼう。やあみんな。ああ、ベイビートム、そのキャンディー棒はクリスマスツリー用のだよ。みんな、ベイビーチャーリーが郵便車のピーターのクリスマスプレゼント配達を手伝ってたんだけど、クリスマスツリーに突っ込んじゃったんだ。助けられるかい？よし、じゃあ行こう。頑張れ、ベイビーチャーリー。トムとベイビートムがもうすぐで来るぞ。うん、来たぞ。そしたらどこから始めようか、トム。ヘッドライトを交換しないとね。いいぞ、トム。よくなったね。ベイビーチャーリー、ヘッドライトをオンにできるかい？完璧だ。次は何だい、トム。どうした、ベイビーチャーリー。エンジンがつかないのかい？エンジンが雪にやられちゃったのかな？どうすればいいんだろう。ベイビーチャーリー、ここに来て。これで大丈夫そうだね。ベイビーチャーリー、エンジンつけてみて。よし。ベイビートム、ベイビーチャーリーを持ち上げられるかい？完璧だ。トム、次は何だい？スパイクタイヤか。完璧だ。これで雪の上でも滑らないぞ、ベイビーチャーリー。
どうだい、ベイビーチャーリー。大丈夫そうだね。じゃあ雪の上に行ってみよう。やあピーター、ベイビーチャーリーがちょうど会いに行くとこだったよ。トムとベイビートムにお届け物だって。ピート、ベイビートムが開けていいか聞いてるよ。ベイビートム、開けていいってよ。クリスマスになったらね。ありがとう、トムとベイビートム。みんなもメリークリスマス。じゃあまたね。